はい、どうも、悪人というものです。というわけで、というわけで、パラノイアクの実況プレイの続きをやっていきたいと思います。結構、前回の作成から期間が空いてるかな？わかんない。はい、あ、そうだそうだ。これで、あれだ、電話に出たら、あれだ、あいつが出てきたんじゃなかったかな、確か。まあ、とりあえずこれでセーブしとこう。よし。もしかしたら死ぬかもしれない。よし。風邪ひいて喉が結構痛い。で、出てくるのかな。おお、出てくると逃げなきゃ。よし。前回はどこを試したかな。ベッドの下かなんかを試したのかな。じゃあとりあえず和室行ってみようかな。こたつ。ああダメね。はいはいはい、オッケー。でじゃあ次こっち。これもうちょっと逃げるの楽にしてくれてもいいと思うんだよな。なんかちょっと作業芸化してる気がするんだよこれ。あー、よし。こっちの上の方。この辺。ちょっと喉が本当に痛い。いけたかな。あ、ダメだね。ダメなのね。じゃあここ、あ違うわ、どこだっけ。あ、やばい。ああ、キャー出てきます。でーんと。逃げなきゃ、使命感。これだ。消えたかな？ああ、もう。あ、やばい。ああ、もう。キャー、でーん。逃げなきゃ。よし。どっちに行こうかな。あ、ここ隠れるとこない。どこだっけ、あの風呂場のタンス、これ。でも同じところ、でも同じところ2回とかあるのかな、ランダムこれって。わかんないけども。まあね、そうだろうね。あ、やばいやばい、死ぬ、ね。こっちの部屋は暖炉。あー、困ったな、これは。2階行こうか、2階。あとはこっち大丈夫？こっち行って大丈夫か？やばい、こっちは大丈夫か？開けた。あ、だめな、隠れるとこが。あれ、このタンスって大丈夫かな？タンス隠れるこれ。今の部屋の右のクローゼットも行けたりするのかな？もしかして。ん？行けたのかな？これもしかして。あ、いけたみたいですね。私また隠れてそのまま寝ちゃったんだ。何なのよ一体あれは。あれが夢じゃないってのは断言できる。でも何なのかは分からない。あれは野犬なんかじゃない。人みたいな形してた。そうだ、まるでゾンビみたいな。あれは一体何なの。どうしてこの家にいるの。
なんで私を襲ってくるの？ お母さんに言ったって信じないだろうな。実家にも戻らせてもらえないよね。また夜になったら出てくるのかな。避難したいけど行くあてなんかない。 ちょっと喉が、ちょっと待って、ちょっとタイム。はい、あれ変わってないじゃん。変わってないやん、声。まあいいや。いなくなるのもしかないの。それまでずっと告れなきゃいけないの。あ、ならないの。そうだ、昨日のファックス。あれ何だったんだろう。確認してみると。あ、セーブ、セーブ。じゃ、セーブ大事ね。あれ、ちゃんと企画書届いてる。髪の毛も一本も落ちてない。どういう、あれ、飛ばしちゃった。まあいいや。ということで、 どうしましょうかね。そう、鍵をどこで使うのかということなんですけども、パソコンのロックもかかったままやしな。ここは入れるしね。また鍵が閉まってるところといえば、どこだ？こっちは？あ、開いた。サンドライト。古びた施設がかかっている。おじのもの。トレンチコートがかかっている。小さなスーツケースが置いてある。特に何もない、もしかしてこれ。わざわざこの新しい部屋に来て何もないっていうのはあるのか、そんなこと。あ、これなんだ。部屋の電気のスイッチ。そういえば他の部屋に電気のスイッチはなかったな。なんでこの部屋だけ？ まあいいや、後々使うことになるのか。あいつから逃げるときにもしかしたら使うとかいうことではないのか。あれ、ということはなんか調べるものがなくなったぞ。どうしよう。あのパソコンのロックも解ける自信がないよ、あれ。なんかヒントあった？違うよな。どうしよう。最近じゃないやろうしな。困ったな。よし、やっていこうか。何をするんだっけ？久しぶりすぎるやろ、ちょっと。何すんだっけな。そうだそうだ、このパスワード探しか。パスワード探しをするのか。ちょっと待って。 久しぶりすぎていろいろ忘れてるぞ。かなりもう期間が空いてしまってたから。おっと、これは奥に何か貼ってある。静寂、幸福、平穏。並んでいるのを見つめているのに、私に手に入らないのは幸福だ。身にまとっていても虚しい。ん？ どういうことや？もう一回、静寂、幸福、平穏。並んでいるのを見つめているのに、手に入らないのは幸福だ。身にまとっていても虚しい。どういうことやろ？ん？並んでいるのを見つめているのに。並んでいるのに。並んでいる。ん？
どういうことや。これもまだ暗号か。静寂、幸福、平穏。どういうことやろ。静寂。どういうことやろ。わからんな。わからん。ちょっと待って。あれだけ？本当に。ヒントこれだけかよ。もう 恐ろしくな、不親切やな。身にまとっていてもなし。並んでるものを探せばいいの？それっぽいもんあったかな。外行ってみるか。外にちょっと何かがあるかもしれない。井戸の中に何かってわけでもないのか。石みたいなの？違うのか。これは？違うのか。わかんねえぞ、これもう。なんか、謎解き難しいわ、これ。こっちは閉まってる。かんねえな。これは前見た。お、なんかある。服のポケットが膨らんでる。何か入ってるの。おっと、鍵、こんなとこに。やったぜ。鍵はどこの鍵？こっちの鍵か？違うのか。どこの鍵だろうか。こっちは開いてるしな。下か。下で開けてない部屋は？ピアノがある。楽譜が挨拶開いておいてある。この曲よくおばさんが弾いてた曲だ。弾けるんですか。弾いてみます。ちょ待って、ちょっとセーブ。何が起こるかわからんからね。OK、 弾きましょう。なんか音が変だ。金属音みたいなのが聞こえる。ん？ピアノ線のとこ何か落ちてる。また鍵か。鍵のかかった部屋の中に鍵で、また鍵のこう中にみたいな、こう無限ループするやつですか。ん？一冊だけ抜けてるところがある。この楽譜か。まあいい、とりあえず新しい鍵でゲットしたから。びっくりした。びっくりするの。なんかチャイムの音に毎回びっくりするわ、俺。よし。またあの人かな。お、三浦さん。実は知り合いから梨送ってもらったんですよ。一人じゃ食べきれないんで、よかったらいただいてもらえませんか。ありがとうございます。梨大好きなんです。それよかった。いい人やね、この人、ほんまに。じゃあ、これどうぞ。高村さん、大丈夫ですか？なんか顔色悪いですよ。そうですか。ひょっとして具合が悪いんですか？病気のこともあるし、辛いんだったら病院まで一緒に行きますよ。いえ、こいつ俺に気があるのかもしれません。病気って言っても具合が悪くなるようなものじゃないので、違います。この人にあの化け物のことを話してもきっと信じてくれないよね。ちょっと最近眠れなくて、寝不足なだけなんです。気になさらないでください。
そうですか。いろいろ気疲れしているのかもしれませんが、ゆっくり休んでくださいね。何か心配事があるなら、俺相談に乗りますから。それじゃあ失礼します。三浦さんっていい人だな。本当に。私の周りにはあんな人いないや。よし。ああ、寝ちゃうんですか？また出るの？今日も。また今晩も出るんですかね、これ。あの化け物は一体何なのかはわからないけど、出てくるのはいつも夜だわ。眠ってその隙に家に入ってきてるのかもしれない。今日は寝ないで起きていよう。寝ないの？3日目。すごく眠い。やろうね。でも今日は寝ちゃダメ。寝ないように歩き回ろう。ちょっと徘徊するか。寝た方がいいんじゃないの？本当に。よし。あ、そうだ、その鍵使えないのかな？結局、どこの鍵だったんだろうか、これは。だから、歩き回ってて、いきなり出てくるのが一番怖いよな、これ。いきなり潜んで怖いな、これ。あ、出れるのか、こっちは。井戸から出現してるとか、そういうパターンは。ないか。あいつのどこにスポーンしてるのかをちょっと探ろう。下か？壺の中からとか。ってこともないと。これもわかんねえな。なんかあんまり動き回りたくないな。なんか。もうそういうのいらんって もうやめてくれよ、そういうのは。どこだっけ、部屋。どこか忘れちゃった。下だっけ。止まると。気持ち悪いなあ。あ、間違えた。ごめんなさい、間違えた。わあ、ピアノが鳴り出した。キャー、怖いよー。どうしよう。あ、そうだ、あの部屋に行ってみよう。ってな感じでね。はい。止まると。そう、セーブしよう、セーブ。ちょっと申し訳ない。ちょっとね。せっかくの雰囲気をちょっと 壊してしまったかもしれない。確かにピアノが鳴ってた。どういうこと？一人でになるなんて考えられない。キャー、なんや今度は この前はファックスで、今度は何？まだピアノだから髪の毛が出てくるみたいな。あ、足が動かな。掴まれてる。振り払うしかないんだ。何のためだこれ。え？選択肢なんじゃないやん、これ。一個しかないよ、もう。そうする。振り払う。え？うわぁ！え？下から出てくるんかい。なに、こいつがピアノを弾いてたの？ なかなかやりますね、この人。いや、来ないで。逃げなきゃ、みたいな。あ、え？ちょっと待って、ちょっと待って。できればこの、用意スタートみたいなのが欲しいんですけども ちょ。いきなりすぎる。はい。確かにピアノってどういうことを人には考えられない。キャー。足は動かな。掴まれてる。振り払う。振り払う。気持ち悪いな。もう下押しっぱにしよう。下押しっぱなしにして、いや、来ないで。はい、逃げる。逃げる。オッケー。
あ、まっすぐ。何こいつ。キャー。足が動かないで掴まれてるから振り払う。はぁ、あ、ハハしてんじゃねえよ。右を失敗でいこう。オッケー、よし。あ、これはいける。キャー。あ、足が動かな、掴まれてる、振り払う。はぁ、あ、はぁ、あ、ほい、よしよしよし、オッケー。さあ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 、よし、隠れる。一発クリアということはないよね。あるわけないね。よしよし、よし、あぶないあぶない、あやばいやばい、よし、なんか慣れてきたな逃げるの、なんかああ危ない危ない。なんかコメントでさ、このなんかに何回も逃げ回るこのシステムのせいでちょっと怖さが半減されててっていうコメントがあったけど、それはあるかもしれないですね。なんかこの作業ゲーとかしてるから、やっぱりちょっとこの逃げてる間はあんまり怖さを感じないよね、やっぱり。うわー、キャー、怖いよーみたいなね、そういうレベルやし。めんどくさいやつやな、お前もう。めんどくさいな、もう。どこやったっけ、あと。こっちは鍵。あ、入れた。あ、ここ何もない。この回避方法は嬉しいな。これ楽だわ。これあることによって。暖炉。あ、やばい。よしよしよし。待ってよー、セーブ、よし。あとはこたつとかいてないよな。1回目はこたつがあの即死ゾーンやったからな。わお、あ、もうこういうのがあるからな、これ。あ、もう。右に行きます。で、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 で。ここは何もない。こっちは、あ、やばい。ないね。同じとこに連続はないよな、さすがに。だろうね。あの右のやつは入れるんかな。よし、うわ、はあ、即死か、即死か、くそ。けどもうだいぶ数はいった気がするんやけども、ピアノを去ってもしかしていけちゃったりするとかいうことはないのか。まだ行ってないところがあるとすれば、
こは行ったから、あの台所のこのシンクの横のこれ、あこれがね、ちょっと難しい。あのこれ、これいけたっけ。あこれはちょっとやばい、これやばいやばいやばい。そうで、あのじゃシンクの右側はどうやったかな。ここはあ無理。あっとどこだっけ。ちょっと待って忘れちゃったよ。あそう寝室、そうだここだ。あやばい、まずいまずいまずい、やばいやばいやばい、あやばい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 危ないなお前。じゃあ次はこの、これやね。横のベッドやね。そろそろクリアしたいところ。あ、ミスター。危ない危ない。即死だけ勘弁してる。おー。ぴゃー！ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。あ、ロッカー。ロッカー、ロッカー。これ入ったことあったかな、ロッカーは。ロッカー初？もしかして。あくそ、なんかついけたかなとか思っちゃった。ちょっと。あー！くそ！ 2 階の、この右の方。この、下。これ何かない？何かないか？え？ちょっと待って。